です。おはようございます。今朝7時の16分、気温は0度です。今日はですね、おはさいに参加してこようと思います。2回目ですね。で、おはさいっていうのはもうちょっと結構きついコースなんですけど、まあ頑張っていけるところまで、まあついていきたいと思います。はい。まあとにかく、準備とかいろいろ大変だったんですけど、まあここまで、なんとかこれで参加できそうです。じゃあ行ってきます。あ、どうですか。ちょっと手袋がちょっと大変なことになったんで、ちょっと一瞬。すみません、ちょっとごめんなさい。ありがとうございます。OK です。すいません、ついてないなと思ったら、落ちかけです。危ない。Thank you.
のガンプラついて、チームも終わりね、多いですね、今日。お疲れ様でした。すごいね。いや、何度も同じところ走ってるような感じがして不安になって。怖いって。景色同じ感じ、ね、同じ感じなんですよ。出会って似合いそうがある。そう、結局のですかね。うん、否定できる。否定できる。俺出たのってもう10分前ぐらい前だから、うん、時は全然、うん、こんなんなかったよ、ね。うん、はい、ということでおはさい行ってきました。行く前ものすごいプレッシャーだったんですよね。朝起きるのも辛かったし、まあでも行ってみて、で、まあ早い人たちには本当についていけなかったんですけど、まあ最後まで完走できて、よかったと思います。まあ本当にサイクリングやってる人は本当紳士の方も多いし、まあ話してても楽しいし、カフェでいろんな話も盛り上がりました。まあということで、まあおはさいもね、本当しんどいコースなんですけど、まあ徐々にそういう早い人についていけるようになりたいというふうに思います。はい、ということで、最後までご視聴ありがとうございます。サイクリングビューではこのように自転車の楽しみとかですね、ヒルクライムレースに出たりトレーニングしたりと、まあ、いった情報をお届けしたいと思いますので、よければ、ご覧ください。よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ。